します虫。よろしくお願いいたします虫。今日は皆様にですね、スミさんの声、もう息が切れてる。大丈夫大丈夫大丈夫、話を聞いてみましょう、うん、はい、あのジェスチャークイズをお出ししたいと思っております、はい、誰に、あ、会場の皆様、会場の皆さん、あ、僕らスミさんも参加してください。はいはいはい、はいはい、ぜひお答えいただきたいと思います、はい、これは恒例なの、ジェスチャークイズは。いや、これは今日のために考えて、今日のため、あ、またぶっつけ本番でやるね。きっと何か策略が、うん、第1問目、はい、ジェスチャークイズ第1問、はい、行ってみたいと思います。なんだろう、うん、ジェスチャーですからね。あ、投げて打った、うん、これは何だか分かります虫。普通に答えていいのかな。いや、普通に答える以外これないじゃん。これお客さんもさすがに、じゃあお客さんにせーので答え言ってもらったらいいですよね。はい、はい、じゃあお客さん、せーの、はい、野球って言って、お見事です虫。皆さんがおっしゃる通り正解は甲子園でした。虫、拍手。いやいやいや、甲子園、大半は野球って言ってた気がしたんですけど、そうですね、はい、詳しく言うと甲子園ですね。今年の夏の甲子園はすごく楽しいね、はい、金足農業ね、吉田投手ね、うん、確かに話題となりました、はい、続いて2問目いってみてよろしいですか。はい、青虫くん、ジェスチャークイズ、はい、次、じゃあ2問、はい、お願いします。第2問、はい、はい、なんか転がして蹴った、はい、止めた、止められなかった、これは何でしょうか。じゃあこれまたお客さんにみんな聞いてくれていいですか。わかるでしょうね、はい、今だ、せーの、サッカー、当たった、見事です。虫、正解は大阪半端ないってでした。虫、拍手。いや、では、おえむし君、おえむし君、みんなサッカーって言ってたよ。いや、笑ってる場合じゃなくて、ここには聞こえました、虫よ、ちゃんと。大阪半端ないって言ってた人いた。ワールドカップの興奮が伝わってきました、ね、ああ、なるほどね、はい、あれすごかったよ、本当にね、はい、じゃあ、最後の問題となりました。最後こちらはぜひ今までのを踏まえてお答えいただきたいと思います、ね、はい、いきます、虫、はい、難しいな。分かりましたでしょうか、虫。踏まえ、今までの踏まえるんですか。絶対今までの踏まえてたら分かんないと思いますよ。分かりました。まあ、どうでも一応じゃあお客さん聞いてみますか。そうですね、まあ、でも誰も手を挙げない、まあまあ、でも、まあ、とりあえずみんなせーので言ってみます。はい、はい、じゃあいきます、せーの、すげえ、すごいすごいな、こんなの絶対桜だろう。正解は、解説していいのし、正解よりも解説の方が先なんですね、ちょっと曲もちょっと終わっちゃいましたが、巻きで、はい、最初のはまず桃です。ああ、本当だ、はい、次がブドウです。これが粒です。粒、北斗の剣かと思った。山梨県には北斗市というところがありますが、次が富士山で、次が高砂富士、小間町じゃないよね。はい、高砂富士で、はい、最後が武田信玄です。あ、やってた。武田信玄っぽさはゼロないような気がするけどね。ということで、はい、正解はお見事、山梨県でした。虫、拍手。すごーい。ちなみに今山梨県って言った人誰。すごい、確実に仲間でしょ、あなた。関係者かもしれないね。心が通じ合う、じゃあゆる友です。虫ね、あ、なるほどね、はい、
じゃあ初めましての方もいると思うんで、はい、OMC 君そろそろなんか皆さんにお知らせをしてステージ締めていただこうと思います。これでこれで OK なのがね、ひとまず、うん、やりたいことは全部やりきった、はい、やりきった、はい、はい、よかった。もう山梨県に大手を振るって帰ることができますが、はい、やり残したことがこの後12時から無料で似顔絵コーナーを、はい、やりまして、一応肩書きだってイラストレーターとかね、お絵描き虫を略して OM 虫くん、はい、先着30名様すごい書かせていただきたいと思っております、はい、もうこのフォルムのまんまで書くの書けるんだ、OM 虫くんが書いてくれる、ね、へえ、大したもんだ、はい、いいな、はい、もう若干息は上がっておりますけれども、はい、だってもう踊り終わってからだいぶ時間経ってるけどね、だいぶ運動不足じゃないかしら、ね、2時までになってるから頑張って、うん、はい、似顔絵は、はい、一生懸命頑張りたい、ちなみに どの辺ブースは、ですね、左側、はい、障害物競争の、はいはい、人間がジャボンってなるところにいますね、まあ、はい、まあ、コーナーのあたりだね、コーナーのあたりね、はい、分かんなかったら小山志くんどこって叫べば多分ここだよって返事をしてくれると思うので、うん、それで探してください、はい、はい、では大丈夫ですか、うん、はい、ということで、はい、最後何かあるのかな、はい、はい、そうですね、雨にも負けず、はい、頑張りましょう、あおー、小山志くんでした、ありがとう、はい、ありがとうございました。じゃ忘れはしないで、ね、はい、まあ、マラカス忘れないで書いて、ね、はい、これでマイク良かったら次の人もね、このままちょっと使ったらいいと思うから、はい、ちょっと置いておいてます、はい、あと音もこのままこの次の人この辺に出てきたりしたら面白いかなと思って、あえて生かしておきたいと思います、この、はい、もうなんか最後悪あがきをしてます、ちょっとこういう変わった方続くんで、はい、心して応援してください、はい、はい。